ある日僕は街角で可愛い子とぶつかった。大丈夫？怪我はない？いて、なんとか大丈夫。え、ちょっと待って、擦り傷できてるじゃん。うちすぐそこなんだけどさ、手当てしてあげるからよかったら来てよ。え、本当に大丈夫だよ、なんともないから。いいよ大丈夫、遠慮はいらないって。なんとその子は生々しくて色気のある可愛らしい鶏胸肉だった。とりあえずまな板のベッドに横になってよ。傷口しっかり見たいからさ、とりあえず鶏皮剥がしてもいいかな。うん、わかった。本当は傷口なんてどこにもなかった。でもどうしても君と一緒にいたいという爆発寸前の欲求を僕は抑えることができなくて、ここで男を見せなきゃ僕は負けたも同然。止血したいからとりあえず傷口縛りつけるね。ねえ、ちょっときついかも。少しくらい我慢してよ。これくらいしないと止血できないんだよ。痛いからもう少し優しく縛りつけてほしい。まったく、わがままなのはボディだけじゃなくて口までもってか。そのヘタレ根性、この僕が一から叩き直してあげるね。先ほどよりも強引な手つきで君の体をきつく縛り付けた後、僕は自分自身の脳内で溢れ出るアドレナリンをじっくりと感じながら、その生身をねっとりと撫で回した。よし、じゃあ傷口消毒しよっか。醤油、酒、みりん、水、ニンニク、生姜、鷹の爪、ネギの青い部分、複数の消毒液や薬草を融合させてより強力な液体を作り上げる。しばらく火にかけて消毒物質を抽出する。薬ができるまで時間がかかるから、まずは高温で消毒しよっか。200度を超える金属板の縁に君を誘導して、僕は背中を押して突き落とした。熱い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 。急に歌い出してどうしたの？高温すぎて頭おかしくなった？それとも落ちた拍子に金属板に頭でも打ちつけた？幸せは歩いてこないだから歩いて行くんだね。唐突に精神崩壊してしまった君の体を全面1分間ずつ高温の金属板に押し付けた後、僕はホワジャオと八角を加えた強力な消毒液に優しく丁寧に君を思い切りぶち込んであげた。先ほどまで生めかしかったその体は焼き焦げていた。痛い。自家製消毒液にそっとぶち込んであげると、君はこの世のものとは思えないほどに強烈で恐ろしい断末魔の叫び声を上げた。僕の君に対するこの思いは言葉では表現できないほどに強大で絶大だ。君がどれだけ叫ぼうが逃げようが、僕は地獄の果てまで君のことを追いかけ回すだろう。そんなことを語っていると、君は冷めたような目つきで僕のことをじっと見つめてこう言った。自尊心、そんな鳥チャーシューに俺はなる。ああ、素晴らしい。ついに君は僕の嫁になる決意を固めてくれたんだね。鶏胸、今日は今までのどんな時より素晴らしい。調理糸で結ばれてく自家製タレの中へ。今日は君へこの歌を送るよ。君、暗い部屋好きでしょ？少しの間この中に閉じこもっててくれる？冷蔵機能のついた暗い部屋。僕は容赦なく君をそこに消毒液ごとぶち込んであげた。さっきも言ったけど、君のその腐った根性を叩き直してあげるからさ。僕の嫁に立候補するということはそういうことだからね。その小さい脳みそを最大限働かせてよく考えだね。まあとりあえず一晩じっくりその中で一人で考えてみて。僕は別にひどいことなんて言ってないんだからね。わかりました、旦那様。よろしい。君との結婚式を挙げるために僕はいろいろと準備があるから、また後でね。あ、そうだ。もし何かあったら僕のインスタかツイッターの DM にメッセージ送っといて。ちなみにアカウントの ID はこれね。じゃあまた。さてと、まずはドレスを作るか。卵に水溶き片栗粉、塩にグラニュー糖、よく混ぜたらフライパンで弱火で焼く。表面が乾燥したらひっくり返してさらに数秒ほど焼く。細切りにしたら錦糸卵のドレスの完成。そしたら次は結婚式用のドリンクを作っていくか。醤油、みりん、リンゴ酢、グラニュー糖、鶏ガラの素を電子レンジに入れて600ワットで30秒ほど温める。よくかき混ぜたら水、レモン汁、ごま油を加えてさらに混ぜて完成。冷たいドリンクの方が美味しいから、よく冷やしておいた方がいいかもしれない。あとはキュウリの飾り付けも忘れずに。結婚式は色とりどりで華やかな方がいいからね。そういえば最初に作った味玉の髪飾りの説明するの忘れてた。沸騰したお湯で7分30秒ほど茹でた卵を氷水に入れて冷やして殻を剥く。めんつゆ、みりん、グラニュー糖を混ぜ合わせた特製加工液に卵を入れて一晩置いたら完成だ。ここまで来たらもう結婚式を開くのは近い。そしたらあとはお待ちかね、ウェディングケーキの準備だね。僕はスポンジケーキや生クリームが苦手だから、代わりに中華麺で代用するよ。今の時期イチゴはもうスーパーで売ってないから、代わりにトマトで代用だ。まあ赤ければ何でもいいっしょ。
さあ、そしたらいよいよ結婚式の幕開けだ。真っ暗で極寒の部屋に監禁しておいたお姫様を呼びに行く。そろそろ僕好みの子になってくれたのかな。ケーキ入刀。この日のために死に物狂いで準備した中華麺とトマトの特製ウェディングケーキ。いよいよ入刀だね。あ、ごめん、ケーキじゃなくて間違えて君に入刀しちゃったよ。痛くない？大丈夫？私は大丈夫ですよ、旦那様。っていうか傷口の断面めっちゃしっとりしてる。え、好き。僕好みの君へ。君との出会いは街角だったね。あの時は正直バカそうな子だなって思ったけど、実際関わってみたらそんなことなかった。君と過ごした日数はまだまだ浅いけど、君の味はだいぶ深くなったと思う。こんな僕だけど、これからもよろしくね。旧姓鶏胸肉、改め鶏チャーシューちゃん。僕が感動的なスピーチを読み上げると君は泣いていた。傷口が痛くて泣いていたのか、僕からの言葉に感動して泣いていたのかは正直わからなかったけど、しっとりとしたその涙はこの世に存在する他の何よりも美しかった。粒マスタードの指輪をはめて、可愛らしい錦糸卵のドレスをまとった君を眺めていると、僕はいつの間にか涙を流していた。私も旦那様と一緒になれて幸せです。それならよかった。そろそろ誓いのキスの時間だね。こっち向いて、鶏チャーシュー。恥ずかしい。美味しい。